要か、なぜこういうことを勉強しないといけないか、まあ、学ぶって、まあ、勉強というよりは楽しんで自分の生活の中に取り入れていただきたいんですけれども、自然と向き合うことが本当に大切な時代になったんですね。もう食べることはとても簡単になりました。コンビニでも買えるし、たくさんのお店もあります。そこがいけないというんじゃなくて、私たちはこれからできるだけ環境に良い、そして CO2 が出さない食べ方を子どもたちに伝えていかないといけないし、その実践をしていかないといけないわけです。でもそれはどのようにしたらいいのかっていうことになります。でもそれは時間がかかって、楽しみながら学ぶことが大切ですね。で、ハーブを植えるということは、自分が植えたものを食べるというこの営みですね。これがまず基本の営みです。だから、ハーブというのはすぐ育ちやすい。その間にトマトを植えたりキュウリを植えたりするわけですけれども、冬場なら水菜を植えたりほうれん草を植えたり、そして、そこから子どもたちと会話しながら、ハーブで庭で摘んできたものを食卓に載せる、この循環をですね、季節ごとに学んでいくシステム、これがプラネタリーフードエデュケーションです。で、菜園をしましょう。小さくてもいいからキッチンの菜園をしましょう。農業者、生産者の気持ちも分かち合えることができますし、世界中が今食べ物がどのように生まれてきたのかをみんなに知らせていかないといけない。そして特にプラントベースクッキングと言われて、土からの食べ物を大切にしていこうというのも一つの流れにあります。で、それを野菜ごとに分けていくのも一つですし、いろんなアプローチがありますが、植えながら楽しんでいきましょうというのが、これ2つのことが学べるんですね。一つは土と育てること、一つはそれを使った料理をすること。この2つが2本立てになっているズームセミナーです。